これダメなの？って最近思ったことありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。5月ですね。今月もよろしくお願いいたします。もう季節は初夏ですからね、いろいろ夏に向けて皆さんお洋服を変えたりですとかしてると思うんですけれども、実はですね、食べ合わせが悪いものにこんな夏の風物詩があるんです。これ知ってたかな？スイカとビール、もうバーベキューの鉄板じゃないですか。これがね、実はね、食べ合わせが良くないんだそうです。夏の風物詩スイカとビールはどちらにも利尿作用があり、脱水症状や急性アルコール中毒のリスクを高める可能性があると言われている食べ合わせなんだそうですよ。さらにはビールのプリン体とスイカの果糖を同時に摂ると尿酸値が上がりやすいために注意が必要なんだそうです。これね、尿酸値高い人でももしかしたら知らなかった情報かもしれないですよね。最近に限ったことではないと思うんですけれども、こういう食べ合わせの話だったりとか、それこそ30年前は良しとされていた食べ物だったり食べ合わせだったり使い方だったりが、今はそれコンプラ的にアウトだよっていうこと結構ありますよね。なんだろうな、私が中学生の時にやってたのがきゅうりパックねあれ正直全然意味ないんだそうです。だけど雑誌とかにきゅうりパックとか、あとレモンパックとか、ビタミン C 取りましょうみたいなのがあって、それを一生懸命信じてやってた可愛い時代もあったなと今思い出しました。情報って本当大事ですよね。自分にとって大切な情報、生きた情報を取りに行くっていう、こういうスキルを持っておかなきゃいけないのもまた現代の難しいところなのかななんて思いながら、まあ、皆さんね、これから楽しいお酒の時間増えていくと思いますので、バーベキューの際にはビールとスイカ食べ合わせ気をつけてください。それでは今週お渡しするサプリメントをご紹介いたします。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはサプリなお客様、先週に引き続き明石市にありますピラティスパーソナルトレーニング2月のトレーナー原田博史さんにお越しいただきました。先週はね、尿切るっていう骨盤テイキングの話で終わったので、その続きと、さらには締めるっていう話も出てまいりますので、ご期待ください。さらに DMM オンラインサロンが大好評です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による週末の占いサプリもあります。ねえ、ゴールデンウィークですよ。ということで今週のテーマはゴールデンウィークです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そっと送っておいてくださいね。
メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様。今週のサプリなお客様、先週に引き続き素敵なトレーナーさん来てくださっております。兵庫県明石市にありますピラティスパーソナルトレーニング二月トレーナー原田博史さんです。原田さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先週一番いいとこで切れましたからね。ありがとうございます。待ってました。はい、気になる方は FM ギノワンのアーカイブ聞いてちょうだい。尿を切るというお話でしたね。はい、そうですね、はい、男性はそう、日頃から尿を切るというようなことをして、うん、終わった後のこぼれがないようにしているので、うん、それがですね、実は骨盤底筋群の働きですので、うん、日頃から骨盤底筋群を使えているんですね。いる、うん、だ女性はこの切るという感覚がないということもありますし、うん、女性の場合はですね、骨盤が横幅広いんですね、男性と違って。骨盤の横幅に広い、骨盤底筋群のそのどんな筋があるっていうのは変わらないけれども、その範囲が広いっていうことなんですか。そうです、面積が広く。今私いろんなあらぬことを想像してしまったんですけど。あらぬこと、男性が言うところのありの戸渡りさんにいらっしゃるわけじゃないですか。はい、はい、そこは確かに自分のこう持っているものよりも幅が狭いなっていうのを今すいません思ってました。そうそうそう、はい、もうさすがイメージが。そう考えると、まあ、我々アラフォーアラフィフ世代の、はい、特に女性はこの尿を切るような骨盤底筋群を自分の体の中にクッと引き入れるようなことを日常から続けていくっていうのも尿トレだったり膣トレにつながるっていう認識なんですか。うん、はい、もうおっしゃる通りですね。もう一番基本的なものはそのお尻を、肛門を締めるとか、うん、おしっこを我慢する時のように尿道のあたりをこう締めるとか、うん、いうのが骨盤底筋群の働きですので、はい、まあ、ここで注意しないといけないのはお尻の外側の筋肉をあんまり働かせないと、うん、足全部使ってギュッと閉じるよりは、うん、お尻の穴とか尿道のあたりをクッと、うん、弱い力で締めるようなイメージでするのが骨盤底筋群のトレーニングとして言われている方法ですね。ギュッと締め付けないんだ。ギュッと締め付けると、そう、アウターマッスルが優位に働いてしまいますので、はい、もちろん最初緩い収縮の感覚つかみにくい人はギュッといくところから始めるんですけども、うん、また骨盤底筋群は筋肉の繊維がですね、遅筋、うん、遅く持久力が高い筋肉と瞬発力が高い筋肉、うん、2つで成り立って2つで作られてるんです、うんうん、ランニング、長距離のランニングに得意なのは遅筋の繊維で、短距離に得意なのが速筋の繊維だとイメージしてもらうといいんですけど、はい、骨盤底筋群はこの両方の筋肉の繊維があるので、はい、ゆるくずっと収縮させるようなトレーニングと、うん、パンパンパンと短時間で収縮を入れるトレーニング、うん、この2つが有効だというふうに言われて、特別難しいことではないんですけども、お尻の穴を締めるような感覚を、うん、まずは仰向けがやりやすいので仰向けから始めて座る状態にする。座ると重力がかかってきますので少し難しくなります、うん、今度は立った状態でもやって、ゆくゆくは歩きながらもそこが意識できるとかいうようにステップアップして骨盤底筋群を鍛えていくというのがトレーニングとして進められていますね。女性はなんか押し出すっていう感じ、うん、これって
潮吹きの話なんですけどね。はい。潮吹きの感覚も出すだと思うんです。へえ。我慢ができなくて押し出してしまうみたいな、うん、そんな感覚があるから、今言ってくださったその骨盤底筋群のトレーニングって考えるとちょっと逆ぶりな作用になってるのかな、はい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 、それもコントロールしようと思ったらできるんですか？できます。あ、私がですけど、すいません。すいません、個人的な話です。はいはいはい。そういう現象が起こるじゃないですか、はいはい、起こった後になんかね、意識的にグッと戻してるんですよ、私中に引き戻してるみたいな、そんな感じがあって、これがその私の中の骨盤底筋群トレーニングになっているのかっていうのをね、原田さんのお話を聞いててちょっともやもや思ってたんです。そんなところでもトレーニングされてたんですね、小室さんは。デリケートゾーン周りが緩んでいるとか力が抜けているのがあんまり好きではなくて、歩いている時とか椅子に座ってる、まさに今もそうなんですけど、クッと締めてないと嫌なんです。はい。なんかお腹周りがこうタルーンとしちゃうのが嫌で、クッて締めるとお腹周りも自然と引き締まって仙骨も立つような、そんな感覚があって、これが私のベーシックなんですよね。もしかしてこれってさっき原田さんがおっしゃってた四筋、ゆっくりこう作用していく筋肉のトレーニングになっているのかな、なってると思います。もう、はい、あ、なるほどな、はい、骨盤底筋群っていうのは横隔膜とか腹横筋とかですね、他のインナーマッスルと共同して腹圧、お腹の圧を一定に保つ役割をしてます。実は骨盤底筋群というのは排尿に関わるだけでなく姿勢に大きく影響してますので、はい、これがまたいい姿勢でないと骨盤底筋群が働きにくいというのがあります。反り腰であったり腰が丸くなって骨盤が傾くと骨盤底筋群は働きにくいし、骨盤底筋群を痛めることにもつながります、うんうん、ですのでピラティス、私がやっているピラティスは常にいい姿勢を意識して動いていきますので、うん、骨盤底筋群のアプローチとして非常に有効だというふうに考えています、うん、あと先ほどお尻を締めるようなお話をさせてもらったんですけども、はい、もう一つ骨盤底筋群のトレーニングとして有効なの今思い出したんですけども、はいはい、ぜひ、座ってる状態ですね。はい、座ってます。はい、まっすぐ座る、まっすぐ座る、腰が曲がらず、曲がらず、反らず、お尻の下にですね、座骨というとんがった骨があります。あります、あります、はい、座骨というのが座面に垂直に立ってる状態が骨盤が理想的な状態なんですね。ここから頭が真上に伸び上がるように、頭が3センチ上に伸び上がっていくように、上から糸で引っ張られるように伸びていこうとするときに、うん、お尻のあたりに力を感じられないですか？感じられます。あ、それが骨盤底筋群の働きですね。下からしっかりと背骨と内臓を支えています。今私まさにやっているんですけど、これをやるとその骨盤底筋群のあたりとちょっとこう恥骨のあたりにも軽い心地よい負荷がかかってて、下腹部が全体的に締まって引き上がっているような、そんな感じを受けますね。さすが、本当に小室さんの骨盤底筋群周り発達してると思うのでそういった感覚が鋭いですけども、やはり普段使えてないという方はこの感覚も、はい、体勢感覚も落ちててフィードバックを得にくいので、はい、でも私たち皆さんですね、繰り返し繰り返し練習していけば小室さんの域に達せられるのではないかと思います。やはりこの骨盤底筋群のトレーニングでその勃起力が変わったというような研究も外国では行われてましたので、はい、やはり、うん、期待できるのではないかなと思います。はい、そんな原田さんにリスナーさんから原田さんのお話もう少し聞きたいな、体験してみたいなと思われた方に、インターネットでの検索方法を教えていただくことは可能でしょうか？もちろんです。キーワードピラティス二月、ピラティス二月
と打っていただくと私のスタジオ出てまいります。そこのアクセスというところ行ってもらうとメールアドレスも載っております。はい、またですね、私今インスタグラムでの発信力入れておりまして、はい、インスタグラムでの検索もからですね、あのメッセージいただいてもお答えさせていただきます。はい、はい、姿勢改善トレーナー原田とインスタグラム打ってもらうと私のアカウント出てまいります。それでは最後に今日聞いてくださった、まあ、先週から聞いてくださったリスナーさんに一言原田さんからメッセージをいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。お聞きいただきありがとうございます。私はですね、猫背をなくす、姿勢で悩む人をなくすということを、ミッションとして掲げて活動をしております。でこの姿勢を改善することで肩こりとか腰痛、その他ですね、今回お話中心にありました尿漏れ、尿失禁や性交時のその勃起力の問題なんかも改善できる可能性があるというふうに考えております。姿勢は生活の基本だと思っております。姿勢を変えれば未来が変わると本当に思っております。ぜひ姿勢のことを気にかけてピラティスというエクササイズに興味を持っていただけますと幸いです。今週のゲストはピラティスパーソナルトレーニング二月トレーナー原田浩司さんでした。原田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーおしたりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生のあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。テーマはゴールデンウィークのお楽しみ。さあ何をしようかな。それではセクシーに楽しんじゃうぞ。おひつじ座、遊園地で絶叫マシーンに乗るんだから替えのパンツ忘れないでね。おうし座、ゴールデンウィークだけどあなたの誕生日忘れてないからね。プレゼントはもちろん私の大切なものよ。双子座、新しくできたフレンチのお店でディナーしましょう。私とどっちが美味しいか勝負ね。ガニ座、お家でゲーム？エロゲしてたら大切なところをケリケリしちゃうからね。
獅子座。二人でヨガ体験はどうかしら。私のレオタード姿、あなたに見てほしいの。乙女座。半年前からホテルもディズニーシーも予約済み。ボディメイクも完璧よ。天秤座。肉フェス巡りの後はあなたのお肉存分に味わってみようかな。覚悟しておいてね。サソリ座。貸し切り露天風呂でのぼせちゃった。ねえお願い、ベッドまでお姫様抱っこで連れて行って。いて座。ネモフィラの花が見たいな。近場じゃなくてお泊まりできるところに行きたいの。ヤギ座。ゴールデンウィークに花火が見られるなんて素敵ね。今夜は帰りたくない。水亀座。今年は旅行に行くって言うから新しいランジェリー買ったのに、実家に行くのは旅行じゃなくて帰省。魚座。東北に行ったらもう一度桜が見られるわね。私と桜、どっちのピンク色がお好み？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。レオタードって久しぶりに発言しました。まあエロいっすよね。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週からこの時期恒例となっております、お世話になっている先生方へのインタビュー、そして先生方のコーナー、1ヶ月間にわたってお届けをしていきたいと思います。第2週目になるんですけれどもね、 USP プロファイラー押したり構造先生にインタビューをしてまいります。この1年どんなご活動をされていたのか、そしてこの1年のお悩みの動向は、楽しみにしていてください。そして私小室より久しぶりにクラウドファンディングにチャレンジすることになりました。小室よりの結婚が幸せになるバイブルという書籍を出させていただくことになりまして、これを一人でも多くの方にお届けしたい、そんな思いを持って6月頃にクラウドファンディングチャレンジすることになっております。詳細そしてご支援のお問い合わせと今後発表していく所存でございますので、皆様の温かいご支援そして熱い声援を何卒よろしくお願い申し上げます。小室より6月頃にクラウドファンディング挑戦いたします。詳細は追ってお伝えいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処薬務庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後は
ウーマクーデーヤナワラバーナ演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンの水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。人生で最も幸せを感じる瞬間というのは、他人から愛されている、もしくは自分自身を愛することを実感できるとき、もしくは自分と同じように誰かを愛するとき。フランスの詩人、ヴィクトル・ユーゴーの名言です。愛することの極論って、つまりは自分自身を愛することなんですよね。自分のこと大切にしていきましょう。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへありがとう、この想い恩返し、夢は心の強さと、悲しい嘘をほんの少し、涙に流すとしたあの時、私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす、見えない未来を掴みたくて、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この想い恩返し。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。